いや、もうやめとけ。今はおとなしく返すとこだろう。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、来ました忘却バッテリー。いやー、なんかこんなシリアスなセリフ言ってるけどさ、いや、こんな感じなんだよね、彼。めっちゃいいキャラしてんだけど。いや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 、山田くんは関係ないだろ。うん。あ、え？すげえやつ。協力しろって脅しなの。もうちょっと頼み方とかないかな。なんか人付き合い苦手そうだね、この遥かって子は。いや、だからこれで、このメンツでね、ここで、この学校で野球部を、まあ、始めていくというか、まあ、強豪校にしていくみたいな感じなのかな。この記憶がなくなってしまった、かなめくんと一緒にさ、まあ、予告っていうか次回のね、まあ、次回っていうか今週か、ごめん。今週も新しい仲間が、ここで出てきた二人かな。まあ、これも一緒にやっていくあれになりそうだし、で、ここの5人が、まあ、主要キャラかな。プラス、前回も戦った、ちょっとヘタレな先輩たちもいるね。いるね、いるね。で、あと地味めなね、最初にこの同好会みたいな案内してた子とかも入れて、まずあれかな。まあ、最初稼働していく感じなのかな。で、これで、他の子たちのあれだね、今回出てくる2人の実力とか気になるところだね。まあ、素人なのか、そこら辺やっぱ上手い人なのか、なんでここにいるんだみたいなさ、またこともあるのかな。そして記憶は、蘇るんだろうかね。もうなんか蘇らないで、今のお前でいいんだよみたいな感じで受け入れてあげるのもいい気がするけどね。どうなるかな。朝からやってんのかな。一緒にやる。パイケか？もういて、それは。よくさ、こんな女の子もいるであろう教室で全力でやるよね。うん、だいぶアホ。かなりアホよ。これがまた黙ってたらね、だいぶイケメンだろうにね。うん。え？そんなに嫌なの？おう。やろうよ。そんなこと言ってやるなよ。もうなんだよ、そのポーズ。あ、ほら、女性が言いてるよ。うん。うん。この山田が結構頑張ってくれるのかな。エロ。エロ DVD ってやつか。あー、そこら辺詳しいのかな。うん、お兄ちゃんいるんだね。7000？ ちょっと待って、全財産ぶっ込んでんじゃないの？あ、ああ、それを餌にしたのね。うん、うん。みんなそうだもん。大谷みたいな感じだね。もう野球にしか興味ないんだよ、きっと。あ、うん。あれ？一人もいないの？あの、勧誘してた人とか。うん。ん？あ、なんか、ぷよぷよ的なやつ？うん、バッティング。すげえんじゃない？体が覚えてて、打ってみたら。あー、そういう名前なのか。俺もあんま詳しくないんだよね、野球。ルールとか。うん。あ、そういうのがしたかったの？お前。いや、できねえよ。いや、むしろ惹かれるだろ、女の子には。野球外でそんなのつけてたら痛いやつじゃん。あ、来た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 。あ、ダメっぽいね、この音。あははは、ダメだー。超下手。えへへへ。もう諦めたの？まあ、そりゃそうだろうけど。あ、
はるかがやんの。うわ、やば、もう風が。努力してきたんだよね、山田も。だから、はるかは、もう努力と才能両方だよね。うん。でもマジ大谷じゃん。二刀流だよね。え、かわいい。え、なんで？もう筋肉とかありそうなんだけどね、振るための。ダサいよ。いいね、山田。で、軸がブレてるっていうか、あれなのかな、重心とか。あ、逆なのか？これ変わるんじゃないの、これで。いや、俺と一緒じゃん。左利きだ。だから君にかかってるんだよ。ああ、いいぞ。これで打てればね。打てそう！打てそう！いけんじゃん。だからやっぱすごいんじゃない？この子も十分ね。いや、うぜえ。うぜえ。どうよ。あ、来るよ。君もなの？君もなんじゃない？おお、打った！やばー。いや、マジこのコンビいたらね、上目指せんだろ。そのへし折れれた人たちなのか。打球音？あ、もうそれでわかるんじゃ。ああ、見に来てる。もうただものじゃないってわかるんだろうね、音で。この二人にやられて、もう野球がないと思ってここに来たのかな。それなのに、いや、そういうことだよね。この二人がいるんだもん。結構上手いんじゃない？やろうやろう。いや、てかそれを君が言うのかい。ん？何？今音が。ああ、やんないのか。音が消えたわけじゃないのね。有名人。有名人来た、これ。最強の人たち集まるんじゃん。いや、そこまたあれか。説明？え？そう、それね。だからめんどくせえみたいなことだよな。と。え？さっき、あ、これでなんとかなんのか。そういう男か。あ、お兄ちゃんの。あ、やばいね。お兄ちゃん見たい。だから、そこはあれなのよ。まあ、ただ。まあ、普通に考えたら最高だけどね。もうやめてあげて。喧嘩っ早そうだな、なんか。え？テレビを壊した？いや、エロの話じゃないよ。いや、懐かしいな、そういうの。今の子わかんないんだろうな。そういうあれでか。え、そんなに？猫、宇宙猫。戦ってるんだね。
なんかちょっとめんどくさそうだな、このメガネくん。止まってない？え？ね。もうこのキャラあれだよね。もうこの声できる人本当、もう宮野さんしかいないだろうな。え、覚えてるふりすんの？そっちの方がめんどくさくなりそうじゃない？誰だよ、お前。いや、だぜって。ほんと。いや、スギちゃんといえばコーラだぜ。コーラ飲んでるけど、ちょうど。はぁ？いや、苦しいね、そういうの。今手に入れた知識、やっとフルに使ってんだろうね。おう、答えてきた。むしろ困るね、こんなの。いや、ダメ。こんなやつだったのかって思うよね。やばい。土下座。あ、なんで泣いてんの？いや、おや？ちょっとすごくない？いや、清き一票じゃないんだよ。いや、俺ちょっとここまでのキャラ友達になれねえな。山田くんはいいよ。甲子園？はあ、いやけど甲子園目指すんじゃないの？最初はけどすぐに入んないか。え？続ける方法。ああ、それぞれなんかあんだね。また。ああ、これあの金髪のあれなの？あんなだったんだ。てか甲子園とかすごいよね。日本の野球部のさ数トップ取るって。いや本当に？いや、山田視点すごい。ああ、そのクラス。いや、そばにいるんだからね。また部活中にね、いくらでも挑めるような環境になるんじゃないの？ここで入ってさ。まあ、一緒にプレイできればどんどん強くなるでしょ。こんな上手い人いたら。やるんだね。あ、けどキャッチャーはあれじゃないか。山田がやるんだよね。ってことはあれじゃないか。打てちゃうんじゃない？いやー、キャッチャーできたらなー。いや、それとも打ち取るの？もうトラウマ的だね。いけ、頑張れ。あんなこと言っててもやってるんだ。いや、なかなか面白い勝負になってきたな。あ！あ、受けるの？
やるんだ。いやー、けどいろいろあれだね。察してっていうか思って。読んだんだね、だから。うん。まあ、ここはね、全力の球を打たせてあげたいっていうか、振らせてあげたいよね。おーおー。いやいや、東堂様ってそれはそれで。まあそこはご容赦ください。うん。うん。いやいやいや、全力で投げるでしょ、あいつは、はるかは。え？何？いや、もう、な、すげえな、お前、ほんとに。な、お？いや、こんな球投げないだろ。もう、ロケット砲じゃん、こんなの。うん。いやいやいや、てか、サイン、書いて、もう練習してんのかい？くださいって言われる前提で？うん。いや、それくらいは知っとけよ。いや、俺欲しい。欲しいわ。うん。どれくらいあるんだろうね。フォークとかカーブとか。いや、ストレートでもね、すげえんじゃない？おー、当たらなーい。うん。うん、上振ってきた。上振ってきたってどういうこと？そういうことなのか。マスク。おいー。うん、けど、それ撮ってるよ普通に。うん。うん。体はやっぱりあれだよ。黙れよ。黙ればかっこいいのに。なんか結構頭良さそうだよね。あ、ここで勝負どころ。いや、ここは打った方があれだ。おー、打ったよ。打ったよ。ファールとかじゃなく、ホームランじゃん。すげえじゃん。60点。うん。ああ、ホームランとかバンバン打っちゃう系のキャラなのかな？ああ、さすがに、あれだね。カチンと来てるというか、嫌なんだね。このまま終われないわな。あら。けど当てたね。いいね、その表情。やるの。あら、神経質な子だ。はあ。だけど全部課金課金。すごいじゃん。いや、これ来るまでずっと打ってんじゃない？ほら。え、まさか、いや、無理だろ、普通に考えて、それは。さすがに。ええー。うーわ。すげえ方してんじゃん。あ、ワンバンしてたの今の。俊足。なんか、塁に出たらあれだね。もう、敵のピッチャーは要注意だね。どんどん盗塁とかしそう。そうなるんだ。え、また今度？うん、やろうよ。
作詞かな。うん。うん。いいね。やろう。やろうよ。あー、すぐにはあれかな。ここで決まらないのかーい。お。うん。おう、覚えた。嬉しい。嬉しいだろ。うん。うん。あ。いや、もうやめとけ。今はおとなしく返すとこだろう。もう、暑苦しい。ゼロ距離で縮めてくるからね。もう表情崩れすぎだよ。まあ、頑張ってくれたよな。不安感。もう、まだピチピチの10代じゃん。入って入って。やろうよ。楽しかったんじゃないの？今ここで。うん。うん。そう来なくっちゃ。楽しくなりそう。いやー、楽しそうじゃん。ちょっとこの山田くんのナレーション入ってるこれ。いいね。彼がこのなんか引き締めてくれるというかね。なんか見るあれを作ってくれるわ。状況を整えてくれるわ。もうだってさ、もう、要目が、これもう作品をね、なんていうのか、このもうぐちゃぐちゃに書き回すっていうかね。最高に面白いんだよ。最高に面白いんだけど、いや、ちょっと黙れよっていうね。いや、俺思っちゃうな、俺ここに行ったらきっと。いや、けど本当にいいキャラしてるね。彼がいるからやっぱ野球とかあれだね、そんなに興味なくても詳しくなくても見れちゃう感を出してくれてるよね。こっからどうなるんだろうっていう。で、まあ、この野球としてのストーリーの方もね、こっからなんかどんどん面白くなりそうな感じするしさ。いや、この二人がちゃんとなんか試合でやってるところが早く見たいなぁ。いや、これ、すごいあれなんじゃない？今の、ほんと、二人が入ったらさ、その、なんていうの、野球もよくわかんないけど、バッテリーのなんか打順一番から四番とかさ、この四人で始まったらね、いや、まあ、山田くんは五番かもしれないけど。あれ？どっか強豪校か？それがもしかしてあれなんじゃない？おう、そこじゃなかったっけ？うん。やっぱり。いや、てかその情報を仕入れてるんだもん、早いね。今のところ強そうだし、今そことやるとしたらね、やっぱさっきのあの東堂くんとかには入ってもらわないとなんじゃない？人数的にも足りないだろうし。彼もまた中学時代にね、その新さんを舐めた一人なんだろうね。展開が早くていいね。あと笑いのセンスもピカイチだね。そしてキャスティングが何よりピカイチだね。あなたにしか要はできませんって感じ。はい、というわけでね、今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントをお待ちしております。また動画の高評価、チャンネル登録まだの方はね、ぜひチャンネル登録していただいて、引き続き楽しんでいってください。以上、動画部突がお送りしました。